ロドニー・プレン・キングは、ロサンゼルス暴動のきっかけとなる暴行事件で被害者となったアフリカ系アメリカ人の男性。1991年3月3日、ロドニー・キングは、ロサンゼルス市内を運転中、スピード違反容疑で、警察車両から停車を指示される。強盗罪で、懲役刑を受けた後の仮釈放中だったキングは、再収監されることを恐れて逃亡。 警察が追跡の後強制停車させると、車から降りたキングを警官らが取り囲んで、激しい暴行を加えた。この警官らは、後に過剰対応の容疑で逮捕され、起訴される。裁判で警官側は、キングが酒に酔っており、指示に従わず、また、警官の一人に対して反抗的な態度を取ったためと証言しているが、一方のキング側は一貫して、 無抵抗で指示に従ったと主張している。いずれにしても地面に倒れ込んだキングに警官が集団で加えた暴行は過熱を極めた。キングは顎と鼻を砕かれたほか、足と腕の重度骨折、眼球破裂などの重傷を負った。この光景をたまたま近隣住民が撮影しており、全米のニュースとして取り上げられた。この頃、アメリカでは警官による暴力が 黒人の死亡原因の第4位に上がるなど人種対立が社会問題化していたためにこのニュースも黒人社会を中心に強い批判を浴びた。暴行を加えた警官らは約1年後に裁判で全面無罪の判決を受ける。この判決に激しく抗議する黒人らが警察署、裁判所などを襲撃し、ロサンゼルス暴動を引き起こす最大のきっかけとなった。 ロス暴動が発生した後、ジェシー・ジャクソンなど黒人指導者が略奪の中止を訴え、また黒人と白人、アジア系らによる大規模な抗議デモが開かれるなど平和的解決の試みが続いた。こうした中、暴動発生から3日後に、キングも暴行事件後初めて TV カメラの前に姿を現し、沈静化を訴えた。こうした動きを経て、 行動は徐々に沈静化していった。後に、キングは、ロサンゼルス市を相手取っていった裁判を起こしているが、そこでキングは、主張を一部認められ、ロサンゼルス市側からの損害賠償額は380万ドルに、上った。2011年のインタビューでは、かつて暴行を受けた、白人警官を許すと発言した上で、自分も何度も許してもらったからと語っている。 2012年6月17日、自宅のプールの底に沈んでいるところを発見され、後に死亡が確認された。基礎が取り下げられたケース、警察側とキング側の主張が食い違うケースも含む。警察官による暴行事件とロサンゼルス暴動によるトラウマのため、ロドニーキングは92年以降もアルコールと薬物依存に苦しみ、何度か事故を起こしている。 ロドニー・キングは警察の残虐行為の象徴になったが、彼の家族は彼を象徴ではなく人間として記憶している。キングは警察に対する憎悪や暴力を決して主張せず、私たちは皆仲良くできると訴えた。彼はこれを彼の残りの人生の基礎にした。彼の死後、娘のローリ・キングは LAPD と協力して、警察とアフリカ系アメリカ人コミュニティの間に、 架け橋を築いてきた。彼女はまた、父親に代わって、非営利団体、社会正義と人権のためのロドニーキング財団を設立した。ロドニーキングのオーダー事件とその余波は、TB a がライオットを含むアートで頻繁に取り上げられてきた。映画、1992年4月29日では、サブライムの曲がフィーチャーされた。映画、アメリカンヒストリー X では、 エドワード・ノートンが率いる主題に関する広範な議論が引用された。2014年にはワンマンプレイロドニー・キングが制作された。スパイク・リーは2017年にネットフリックス作品に関わった。2016年もウイルス・ロドニー・キングから25年が企画された。スパイク・リーは映画マルコム X にロドニー・キング暴行事件のビデオの抜粋を含めた。 モーガン・フリーマンとロリー・マクレアリーは2018年にリリースされたロドニー・キングの生涯に関するドキュメンタリーをレバレーションズ・エンターテイメントを通じて制作した。CNN ワイヤースタッフ、ロドニー・キング、デッドアット47。 cnn,https, コロンスラッシュスラッシュエディション .cnn.com スラッシュ2012スラッシュ06スラッシュ17スラッシュアススラッシュ OBIT-ROTNEY-KING スラッシュインデックス .html2020 年12月8日閲覧ロドニーキングハイト TALLTASK.com 2012年6月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年6月17日閲覧。ロドニー・キング・ズー・マリー・ジュラー。フロム・ウェル・エレポリス・ビーティング・ケース。BBC ニュース。https。w w w b b c c o m ニュース。ワールド・アス・カナダ -112455422020 年12月8日閲覧。 ABCDE ザイルエライオッツ25ヤーズレーターロサンゼルスタイムズ2020年12月8日閲覧 ABCDE イルエイラプテッドインアンガー A ルックバックエイティザロドニーキングライオッツ NPR.org 2020年12月8日閲覧 a b c d アセンブリースペシャルコミッティ2リビルドイズノットイナフ フィナールレポートレッキメンデシャンズオブザ・アセンブリー・スペシャル・コミッティ・オン・ザ・ロサンゼルス・クライシスサクラメントアセンブリー・パブリケーションズ・オフィス1992エ b ビカノンルーオフィシャル・ネグレジェンスハウロドニー・キング・アンド・ザ・ライオッツ・チェンジドロサンゼルス・アンド・ザ・ l a ピーディベーシック・ブックス1999ロドニー・キング・三ンシキ92年ロス・ボード・ホッンの被害者 CNN、2012年6月20日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2012年6月20日閲覧。ルイス、トーマス、アンド・ルイス、レイス・ライオッツ、エンサイクロペディア・オブ・アフリカン・アメリカン・ソサイティ、エディテッド・バイ・ジェラルド・ディ・ジェインズ、サージュ・パブリケーションズ、ファースト・エディション、2005、ロドニー・キング、エス・ドーター・リメンバーズ、エイヒューマン・ビーイング、ノット・エイシンボル。 ロサンゼルスタイムズ2020年12月8日閲覧。スパイク・デーは、ドゥ・ザ・ライト・シングなど何本かの映画で人種問題を取り上げている。ありがとうございます。